こんにちは、ドクターネックスです。今回は大前田のイベントの続きをやっていきましょう。第2話大前田とソイフォン。2番隊隊長であり自分の上司でもあるソイフォンに新しい任について指名を受けた大前田、詳細を聞くために大社へと移動する。これは何の話だろうな。とりあえず落ちた。ブレソル、何回か昨日から落ちるんだけど。皆さんはこうやってなんか急に落ちることないっすか？どの瞬間で落ちた？札使った状態で落ちたのかな？この時点ってことは札が消費されてたの？最初一緒かよ。隠密軌道第二分隊ケーラ隊隊長だ。ベリーハードで必殺技欲しかったな。3連発するのにノーマルだったら撃ってすぐ終わるから。ここでは誰が落ちるか、星さんは。かわいそうだ。バカな。
こはソイホンさすがにお前らかわいそすぎだ。じゃあハードベリーハードやっていきます。で第3話が落ちってことか。紙芝居はどうにもなんないのかな。もう飽きたでしょさすがに。これやっていけばとりあえずイベントは続けられるんですよ。だってまだまだアニメで使ったこのデータってまだまだあるでしょ。アランカル大百科しかり死神図鑑ゴールデンしかりそこら辺のネタやっとけばこうやって1個イベントが作れるんだからさ。なんか相手近くね今までになんか相手近くねこれ。バカだ。なんか相手近くね。まあ霊玉がもらえるからいいんすけど。ハード。きっと俺3話前だよね。まあ3話ベリーハードをオートで周回かなってとこですけどね。本当にエスコアだな。かさんそこまでだ。逃げ気決殺。バカな。はい。これで、第2話大前だとソイフォン終わりですね。第3話は大前田と夜市、明日は大前田と夜市やっていきます。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。